皆さんこんにちは。始まりました、京都の空き家の不動産オンライン講座&相談会です。今日は空き家でお悩みの方を対象として、支援制度や活用事例の紹介を内容とする講座、また参加者の皆様から事前に寄せられたお悩みにお答えする公開相談会です。京都市には空き家のことを何でも知っている京都市空き家対策 PR 課長の空き家博士がいるのですが、本日は緊急性の高い市内の空き家に出張されているということで、別の方が来られています。自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい、博士の助手として空き家対策 PR のお手伝いをしている空き家の秋に10個のこと書いてあきこと言います。京都市生まれ京都市育ちで、周りからは箱入り娘とよく言われちゃいます。空き家を再生したおしゃれなカフェやショップ巡りが大好きです。今日はどうぞよろしくお願いします。あきこさんですね。よろしくお願いします。本日はあきこさんのダイナミックな動きにも注目ですね。その他、後ほど事例をご紹介いただく専門家のお二方にもお越しいただいています。岩本さん、与田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうしましたら早速ですが、今日のプログラムに入っていきたいと思います。まずはこの制度が使える京都市の空き家対策支援制度です。ここではあきこさんから市の取り組みについて紹介をいただくのですが、そもそも京都はやっぱり空き家が多いんでしょうか。はい、そうですね。はい、今からグラフを表示するんですが、はい、変わりました。昭和の頃と比較すると京都市の空き家率は増加しています。直近の平成30年の調査では京都市の空き家率は12.9%、 空き家の数は10万6000戸です。これはなんとおよそ8軒に1軒の住宅が空き家ということになります。すごい数ですね。そうですよね。全国の平均空き家率は前回 13.5% から今回は 13.6% なので、全国的には増加傾向にあるのですが、実は京都市の空き家率は前回の調査よりも減っているんです。全国よりも早く空き家対策を進めてきた効果が出てるのではないかと思います。そうなんですか。でもまだまだ空き家を普通に見かけますよ。この前木が電線近くまで伸びていてツタが張っている空き家を見かけました。そうですね。悲しいんですが、管理をきちんとしないと建物はすぐに傷んじゃいます。次のスライドを見ていただけますか。これはきちんと管理をされていない空き家に見られる劣化の例です。例えばこのイラストのように窓ガラスが割れていたり、屋根瓦がずれていると強風で道路に飛び散ってしまうことがあり、最悪の場合人に怪我をさせてしまう場合があります。雨漏りで柱などが腐ってしまうと倒壊してしまう危険があります。虫や動物の住処になると衛生状態が悪化してしまいます。また建具が壊れると不審者が侵入しやすくなり、地域の防犯性が低下してしまいます。そういえば脱獄者が空き家に潜伏していたなんて事件もありましたよね。いやー、怖いですね。このように空き家によって防災性や防犯性が低下することで生活環境が悪化して、周辺の住民の方に悪影響を及ぼしたり、事故や災害の発生によって損害賠償責任を負ってしまう可能性も出てきます。また法律や条例に基づいて勧告や命令の対象となってしまうと、固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなってしまい、固定資産税が上がってしまったり、所有者の氏名や住所が
公表されてしまう可能性も出てきちゃうんです。税金が上がることもあるんですね。はい、そうなんです。最近は相続で突然持ち主になってしまう場合もあり、別に住まいがあるからと放っておいてしまい、空き家が生まれ、そこから持っているだけでマイナスになってしまう不動産、すなわち負の動産になってしまうことも多いです。負の動産になる前になってしまっても諦めずに相談をしていただけたらと思い、アキコやアキアン博士をはじめとする京都市の空き家対策スタッフは日々活動を続けているんです。そうなんですね。熱意が伝わってきました。京都市では空き家について誰に相談すると良いんでしょうか？はい、京都市にはですね、市の研修を受けて地域の空き家相談員として登録された不動産屋さんが約250名います。ボランティアベースで活動されていますので、無理やり営業してくるといった心配はありません。持っている空き家をどうしたらいいんだろう、相続でこれから空き家になりそうだけどどういった活用方法があるのかな、など気軽にご相談いただけます。もちろん無料です。そうなんですね。相談はどこで乗ってもらえるんでしょうか？はい、不動産屋さんの窓口だけではなく、区や市役所を会場とした相談会、オンラインでの相談もしていますよ。また空き家を今後活用、流通させたいと思われている方で、自分の所有する空き家を直接見てもらいたい、アドバイスが欲しいという方には、こちらの、はい、専門家派遣という制度があります。これは先ほどお話ししました空き家相談員と建築士、市の職員で実際に現地にお伺いしまして、活用に向けたアドバイスと建物の状態を調査させていただきます。派遣後には現地でお話しした内容をまとめました所見書もお渡しします。こちらも無料です。現場を見てもらえて無料なんて嬉しいですね。でも実際に活用するとなったら、使えるようにするにはお金がかかりそうで心配です。そんな時はどうしたらよいんでしょうか？はい、空き家を回収される際にはこちらの、はい、空き家活用流通支援と補助金があります。空き家を京都市の活性化につながる活用をして流通させる場合に回収費を補助しています。京都市の活性化につながるとはどんなものなんですか？はい、このスライドの補助対象に記載しています10種類の活用方法を補助対象としています。例えば、京都市に移住される方の住まいにするですとか、地域の居場所にするなどがあります。他にも京町屋の改修もこの10種類の中に入っていますね。ちなみに補助金は予算がなくなり次第終了します。お早めにご検討くださいね。いろんな目的に補助金は使えるんですね。他にも何か制度はあったりするんですか？はい、他にも空き家に関して所有者や市民の方も利用していただける制度があります。地域の集まりなどに、司法書士やファイナンシャルプランナーがお伺いして空き家を予防するための講座を開く押しかけ講座があります。例えば登記簿の見方や遺産分割協議書の作成の仕方、ライフプランの作り方などのメニューがありまして、様々な支援を京都市はしています。なるほど。京都市にはたくさんの制度があるんですね。はい。ぜひぜひ市の制度をご活用いただき、空き家を負の動産から救っていただきたいと思います。わからないことがございましたら、今映っている相談窓口にお電話ください。あきこさん、ありがとうございます。それでは次のコーナーに移りたいと思います。市の制度を実際に利用し、空き家を回収、活用した事例について専門家からご紹介いただきたいと思います。それでは先ほどもご紹介しましたが、改めてご紹介したいと思います。
不動産事業者で空き家相談員の岩本純一さんと、建築士の矢田朝志さんです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですが、まずは岩本さんの本から事例の方をご紹介いただきたいと思います。ご準備よろしいでしょうか？はい。それでは、今早速お写真が写っていますが、こちらはどんな相談があった物件なんでしょうか？はい。今回は京都市の空き家活用流通支援専門家派遣制度を利用された空き家所有者様からの、相談物件です。実際の空き家活用事例を紹介させていただくようにいたします。はい、まずですね、今回このお家の方ですけれども、まず空き家の期間が10年空き家になっていたということです。いわゆるちょっとこの写真では分かりづらいんですけれども、いわゆる京町家、戦前木造住宅ですね。で、建てられた時代は大正時代に建てられた京町家で、相談いただいた時点で、築97年ということでしたので、ちょうど3年ぐらい前ですから、今年で100年経っている家になると思います。この長い歴史の中でかなり増改築が繰り返されていた形跡が残っておりました。うん、なるほど。築100年ということで非常に古い建物だったんですね。はい。相談者さんが活用に踏み切れなかった理由にはどんなことがあるんでしょうか？はい。今回お家の方を相続されたんですけれども、いわゆる、まあ、築年数も古いというところもありまして、老朽化、耐震性、あとは改修しても借り手がつくのかといういろいろな悩みがあったそうです。あとは改修費用というのもどれぐらいかかるのかというのもご不安があったようです。そうなんですね。それでは実際にそんなふうな課題があった中で、どんな改修をされたか教えていただきたいと思います。はい。こちらは2階部分の写真ですけれども、いわゆる建物は新壁作りといって、いわゆるここに柱が見えている状態ですね。壁の中に柱が見えているというような作りでございます。で、結構状態が良かったものですから、予算を抑えるということで、使えるものはなるべくそのまま現状のものを使っていこうという形です。で、この2階、これちょっと、まあ、改修前ですので、畳を上げた状態ですね。で、畳も1枚が床が腐ってましたので、畳は1枚だけ新畳に変えまして、あとは表替えというところで済ましました。うん、なるほど。こちらも改修前の写真になるでしょうか？そうですね。こちらも2階部分の写真ですね。うんうん、で、こちらは流し台。まあ、かなり経年劣化というところもございますので、流し台は新しいものに全部交換をしました。なるほど。これも改修前のトイレの写真ですね。こちらは洗面化粧台は改修後、これはまあ新品に交換しています。で、トイレも2箇所あったんですけれども、こちら映ってるのは交換したトイレですね。こちらの方もウォシュレットに新しく交換しました。なるほど。設備もかなり入れ替えられたということなんですね。そうですね。どうしても賃貸で貸すというのが目的ですから、まあ、この辺の衛生機器に関しては清潔感というのも大事なところですので、まあ、この辺は、はい、全部綺麗なものに交換しています。なるほど。こちらは、はい、冒頭にも出ていたお写真ですが、かなり広々とした部屋になっていますね。はい。こちらはですね、今回の改修のメインの部分になるんですけれども、まあ、もともと京町家ということでもあり、まあ、縦に長いうなぎの寝床的な形で、まあ、日も当たりづらかったというところもあります。で、ちょっと見づらいんですけども、写真右手が、まあ、昔の丘って台所になっているんですけれども、まあ、細かい部屋でいくつかに分断されていましたので、まあ、今回はもう思い切ってリビングダイニングというところで、まあ、今を一つくっつけて、はい、使いやすい状態に改修をしました。なるほど。
あと、ここの写真で出てないんですけれども、まあ、建具なんかも襖なんかがあったんですが、火が当たりにくいという状況もありましたので、比較的火が通るような、障子というのかな。はい、そういう、はい、火が入りやすいという工夫もしましたね。あと、床のフローリングも比較的明るい目の色に統一してます。ありがとうございます。このように貸し出すためのリフォームというふうになって、非常に使いやすく綺麗な状態になっているかと思いますが、こうなってくると費用も気になってくるところです。予算的には問題なかったんでしょうか？はい、そうですね。まあ、今回まず、立地の検証を行いました。で、非常に環境の良い場所でしたので、賃貸の事業ということは問題ないだろうということで、まず賃料の査定をして年間の収入を説明しました。その上で、お客様から工事のご予算をお伺いしました。まあ、今回のこのざっと工事の総予算ですけれども、250万ぐらいが工事費用になっています。で、そのうちの京都市さんの助成金で60万を活用させていただきまして、事業としてはざっと2年で焼却できるということですので、比較的安全な不動産の投資事業だということで、まあ、これ先ほどのちょっと改修後のシステムキッチンを、まあ、これは割とメインで、見栄えのするものを入れさせてもらってます。はい。ちょっと先ほどお写真映らなかったんですけれども、こちらも改修後のお写真で。そうですね。これは先ほどの2階の改修後、畳を新しく入れた状態。あとは、畳以外には障子、襖と、この辺は交換させていただいてますね。なるほど。やはり非常に市の助成金も活用されて非常に綺麗になったということですね。綺麗になった後、所有者の方からはどんな反応があったんでしょうか？はい。もともと10年間空き家で置かれてたという状況もあったんですけれども、まあ大変綺麗に、低予算ではあるんですけれども、綺麗に直せたと。いうところで、まあ、非常に良い入居者様にも入っていただくことができましたので、まあ、あとは次の、まあ、自分たちの世代から以降、まあ、子供さん、孫さんと、まあ、家がいい状態で引き継いでいけるというところを非常に喜んでおられました。なるほど。ずっと空き家だったものが使えるようになるっていうのは非常に嬉しいですよね。ちなみにこちらは現在は入居者さんはいらっしゃるんでしょうか？はい。ここは今、現在ご利用いただいております。なるほど。ご視聴されている方には、空き家に困っている方もいらっしゃると思いますが、空き家相談員として普段相談に乗られる際に意識していることなどはあるんでしょうか？そうですね。まずは、空き家の所有者様のご意向を具体的にお伺いさせていただきます。まあ、その上で、賃貸なのか売却なのか、まあ、どういったこう利用目的をご希望されているのかというところを聞かせていただきまして、賃貸ということがご希望であれば、根本的に賃貸が可能な物件なのかどうか、まあ、そこを調査させていただきます。まあ、せっかく改修しても入居者が決まらないということであれば、本末転倒という話にもなってまいりますので、まあ、基本はやはり現地を確認するということが大変大事なことなのかなと思います。はい。なるほど。ちなみに、賃貸ということで、最近では、町屋を、いわゆる店舗なんかの事業用にされている事例なんかもあるかと思いますが、最近は住宅以外で活用されるというパターンもあるんでしょうか？そうですね。住宅以外というところで、活用するということは、やはりその立地条件、まあそういう事業に向く場所であるとか、まあ路面に面しているとか、まあそういう、まあ複合的なこう要素っていうところも必要になってくると思います。ありがとうございます。最後に、所有されている、空き家を所有されている方へのメッセージをいただけるでしょうか？はい。空き家といえどもいろいろな空き家もございます。現実、ほとんど廃屋の状態という建物を、もうこれどうやったら治るんだろうという、そういう状態から改修を行って、立派に現在、それこそ事業用の不動産ということで、活用いただいているようなケースも たくさんあります。空き家を所有されている方でお悩みの方は、まず京都市の方にご一報、ご相談をください。
岩本さん、ありがとうございました。続いて、矢田さんからの事例についてご紹介をいただきたいと思います。矢田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。矢田さんからは2件について事例をご紹介いただけるというふうに伺っております。はい。1件目はどのような物件なんでしょうか？これは改修後の写真なんですけれども、建物の概要ですね。京都でよくあるんですけれども、路地奥、細い道の奥に一軒建ってる平屋造りの建物です。で、路地奥のために、これは再建築不可、よくあるんですけれども、一旦潰してしまうと新しく建てられないという、そういう建物です。で、平屋造りで木造、モルタル塗りで瓦葺きになってますんで、結構京都でよく見られるような、そういう建築です。またですね、路上空なんですけれども、四方建物に囲まれてまして、かなり状況的には難しい物件でした。なるほど。そんな中、所有者の方は、どういうふうに使っていこうというふうに思っていらっしゃったんでしょうか？そうですね。これはもともと、相談者の方のお父さんの作られた、建物なんですけれども、一旦売ろうかという話が出ました。ただしですね、先ほどお話したように路地奥ですんで、なかなか評価額が上がらないっていうことがありました。で、それでしたら息子さんが自分たちで住まおうと、そういうことを考えられたんですけれども、やはり、家族3人なんですけれども、一緒に暮らすには少し手狭だと。ここ実際55平米ですんで、もう少し広くないとなかなか生活、どういうふうに生活したらいいかっていうのがイメージできなかったようです。なるほど。使いたいというふうな思いを持っていらっしゃっても、なかなか建物がそういう状態じゃなかったという、そうですね、ことなんですね。はい。さらにこう、路地の奥に建っていて、建て替えも難しかったというようなことだったと思うんですが、はい、そんな建物をどのように改修をされていったんでしょうか？はい。そうですね。それではですね、元の状態から、見ていきたいと思うんですけれども、はい。これがですね、改修前、一旦解体した状態です。見ていただくとですね、構造の部分が見えてくるんですけれども、この建物は柱とか床下の、土台になるところですね。そういうところに腐ったところがあったりとか、あと、構造材が細い。現在の建築基準法と比べると、昔の建物っていうのは、やはり少し、軽量に作られてますんで、今考えると構造的には少し弱いと考えられます。ですから改修するにあたって、下の部分に書いてますけれども、床下の通気を確保するということと、構造的に耐震壁と呼ばれるものですね。台風とか地震に強くなるように、そして腐っているところを変えていくと、そういうことをしました。で、外側なんですけれども、皆さん注意していただきたいのが、建物の軒先、とか、窓の下側ですね、角っこ、こういうところがですね、水漏れとかで腐ったりとか傷んだりしていることがありますので、そういうところも直していきました。それで、元々の状態はこういう感じですね。よくあると思うんですけれども、各部屋を区切っていって、機能的に使っていくと。ただしですね、今回の場合は、どうしても手狭なところを新しく住みやすくするために少し考え方を変えました。はい。これが改修後の姿です。まずですね、平屋でしたので天井を抜いてしまいました。そうすることによって、まず面積が限られた中でもボリューム感を出すと。そういうことによって、実際の広さよりも大きく使えるように、そういうふうに考えました。で、このようにですね、窓の開け方ですね。普通でしたら、窓の外っていうのが、中から見たときに関係なしに開けられること多いんですけれども、ここでは、玄関兼用のリビングの窓なんですけれども、外側の風景をいいところだけを切り取って、あとはできるだけ部屋の仕様ですね、綺麗に見えるように内側に心地よい空間を作るようにしています。これが少し
奥に寄ったところから見た風景です。この濃いめの柱とか梁がですね、既存のものです。そこに対して空間が大きく見えるように白く大きなボリュームを作りました。これが、玄関側から奥を見たところなんですけれども、見ていただくとわかるように、大きな建物の中に小さな箱を入れ込んでます。右奥の方が洗面所であるとか、お風呂場、そういうふうになっています。で、手前に収納と冷蔵庫を隠すところがあります。で、左側なんですけれども、少し高さを抑えて、下側をクローゼットとか収納にしています。そして今回ここで一番、頑張ったところなんですけれども、その収納の上に、ロフト部分を作って、家族3人がこの部分で寝れるようにすることで、狭いという面積をいかに解消するかということを考えました。でですね、このようにですね、今は、クライアントさんは、インスタグラムに、発信されてるんですけれども、新しい生活を営んでおられます。はい、ありがとうございます。相談者さんのニーズに合わせた改修をされているんですね。非常に見違えるようになっていると思います。その後、所有者さん住まわれているということで、インスタグラムで住まいの様子発信されるなど、はい、非常にこう楽しんでおられる様子が伺えるかと思います。はい。そうしましたら、続いて2件目の事例のご紹介に移りたいと思います。はい。これはですね、よく京都にある、長屋の改修になります。ここの場合はですね、もともとおそらく4軒長屋、4軒つながった建物だったと思うんですけれども、その後2軒取り壊されて、今2軒つながった状態でした。で、建物としてはですね、今はもうすごく綺麗になってるんですけれども、もともとはかなり老朽化が進んでまして、で、その建物を所有された所有者さんですね、できるだけ京都の街並みに沿うように、いい状態で残していきたいと。ただし、やはり今の私たちの現代の生活に合わせないとなかなか住みにくいので、そこら辺を考慮してほしいと。そういうことでした。なるほど。京都でも長屋ってたくさんありますもんね。そうですね。かなりの数が、市内にありますので、こういう物件は多分たくさん出てくると思います。なるほど。この建物はもともとはどんな状態だったんでしょうか？そうですね。それでは事例、写真を見ていきたいと思うんですけれども、これがもともとよく京都にある通り庭の部分ですね。改修されてしまってかなり閉鎖的になった。台所になるんですけれども、こういう状態です。おそらくですね、どのような建物も、改修されてると状態がよくわからないんですけれども、このように一旦、内部の不要な壁とかですね、傷んでるところをすべて剥がしてみて、構造を出してみました。それで今写真でわかるようにですね、注意していただきたいのが、よく柱に欠損、大きな切り欠きであったりとか、足元に腐れですね、アリによって食われたりとか、腐ってしまったりとか、そういうことがありますので、そういうところを注意して見ていただければと思います。なるほど。で、この物件にあったことなんですけれども、外壁部分、いわゆる外と内との境界の壁ですね。ここが断熱されていませんでした。昔の建物っていうのは断熱に対してあまりこう考慮されていませんので、そういうところも注意して見ていただいたらいいかなと思います。それ以外にですね、足元を気をつけて見ていただきたいと思います。ここの場合もそうなんですけれども、外から来る水っていうのがきちっと止まっていなかったので、少し中側の、木造部分が腐っていたりとかっていうふうになってましたので、そこを改修させてもらいました。なるほど。かなり古い建物のように見えますね。そうですね。実際100年近く経ったような建物ですので、今とはちょっと基準が違うと思います。そんな建物をどのように改修されていったか見せていただきたいと思います。はい、わかりました。新しい建物の方はですね、はい、これが玄関入ったところなんですけれども、まず耐震性がありませんので、先ほどご説明したように長屋というのは4軒つながって建物が持ってました。
それをですね、地震に強くしようということで、玄関入ったところに収納兼耐震要素を持たせた壁を作っています。で、これが見返しになるんですけれども、先ほどお話したように、京都の町に合わせるということで、格子をつけて、その内側に透明の大きな窓を取ることで、室内側が暗くならないように、そして、こう、和の感じですよね、雰囲気を味わってもらえるように改修しました。これがその奥になります。もともと町屋の建物っていうのは奥に庭があることが多いんですけれども、その場所をできるだけ活かすように、今回はダイニングキッチンが庭に向かって、使えるように、そして奥に見えるところなんですけれども、そこにトイレとかがあるんですが、そちらからも庭が見える。そういうふうにしています。で、これは2階になります。部屋を作るときにですね、やはりこう壁で囲ってしまって、一部屋一部屋ってすることあるんですけれども、ここでは右側、障子の壁を使うことによって、光が漏れるような、そういう作りにしています。で、1段、部屋が上がってますけれども、その部分に収納を作ることによって、狭い建物でも広く使えるように、そういうふうに改修しました。これが横から見たところですね。ちょうど障子の向こうが階段室になるんですけれども、圧迫感がないようなそういう作り方をしています。なるほど。市の助成金も活用されているということなんですけれども、こちらはどんな助成金を使われたんでしょうか？そうですね。最初の部分で説明あったと思うんですけれども、ここの場合は京都の町屋ということで、町屋改修の助成金も出てますし、実際古い建物を耐震性を持たせることで、京都の方も助成していただけますので、耐震改修、そちらの方も使わさせてもらっています。ありがとうございます。厳しい状態だったと思いますけれども、そんな状態からも解体しないという選択肢が取れるとは思いませんでした。新築をしないというところの良さにはどんなことがあるんでしょうか？そうですね。京都でもうすでに建っている建物、特に古い建物なんですけれども、やはり、敷地いっぱいに建てていることが多いと思います。おそらく、建蔽率で言うと 80% になるんですね。それがやはりもう市内では、現行法では、建蔽率 60% になりますので、おそらく新築し直すと数割減ってしまうっていうことがありますから、できれば、もし、いい状態であれば、街並みを残しながら面積を確保して、いい住空間を、キープしていただいたらいいかなと思います。ありがとうございます。解体することで逆に使いづらい土地になってしまうという可能性もあるんですね。そうですね。矢田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。そうしましたら、続いて、お悩み解消空き家相談会のコーナーに移っていただきたいと思います。ここで、あきこさんにも再登場いただきます。はい、よろしくお願いします。はい、早速ですが、一つ目の質問に参りたいと思います。ペンネーム、白うさぎさん、50代からのご質問です。空き家を修繕して、賃貸に出したいと思っていますが、古い建物なので、修繕費用がどれくらい必要かわからず困っています。古い建物を直して、賃貸に出すときに、最低限どんな箇所をどのくらいまで修理すればいいのか気をつけるべきところを教えてほしいです。修繕費用がかかりすぎるようだと賃貸に出してもその費用を回収できないのではないかと不安です。大掛かりな工事が必要になりそうな部分、その目安、費用の目安や費用を抑えるための工夫などを教えてほしいです。とのことです。まず、古い建物の修繕はどんなところを意識したら良いんでしょうか？矢田さん、お願いします。はい、そうですね。やはり古い建物の場合はですね、インフラ、水道、排水、そして電気の配線とかが傷んでることがありますので、そういうところは一度確認していただいて、もし劣化しているようでしたら直していただいた方がいいと思います。あとですね、先ほどお話したように、耐震性っていうのがどうしても、弱いです。ですから、構造をまずきちっと調べて、傷んでるところを直す。で、その上でできれば、耐震壁ですね。建物を強くするという工事をしていただくといいかなと思います。
なるほど。ありがとうございます。こちらはリフォームの費用の相場感なんかは一般的に言えるものなんでしょうか？そうですね。やはり物件によって違いますので、なかなか一概に言えませんけれども、安い話ですと数十万から、どうしても根本的に設備を引き直すということをすると、100万単位にはなってくるとは思います。ありがとうございます。やはりしっかりした改修をするには一定の費用がかかってくるということなんですね。そうですね。どうしてもかかるんですけれども、どのような使い方をするか、もし長期的なスパンで見て活用するという話であれば、設備とか根本的な部分から直していただけるといいかなと思います。ありがとうございます。それでは続いての質問に行きたいと思います。ペンネーム匿名希望さんからのご質問です。空き家を街づくりに生かすにはどのような方策があるのか、具体的に事例を教えてほしい。また、若い世代に使ってもらうためにはどんな融資があるのか教えてほしいということです。なかなか難しそうな質問ですが、岩本さん、いかがでしょうか？はい。空き家を街づくりに生かすというのはなかなか大きな課題だと思います。空き家という概念ではないんですけれども、街中の特に京町屋なんかの場合、家単体というものよりも、その地域地域の多くにコミュニティが形成されていると思います。京都である路地なんかもその一つですね。空き家を活用してそこに住まう方や事業者が人とのつながりを持つことによって街づくりをしていくというようなことでいかがでしょうか？はい、ありがとうございます。街中でもつながりを作るような取り組みも増えていますよね。あきこさん、京都市ではそのような事例はあるんでしょうか？はい、あります。ぜひ紹介させてください。たくさんあるのですが、今回は3つご紹介したいと思います。今写真が出ました1つ目の事例は、下京区の島原界隈にある糸でつながる33メートルのマーケット、糸ノアです。東西に33メートルある2軒の空き家を中庭でつなぐ改修を所有者の方が行い、着物やアンティークドレスなど糸に関連するものをはじめとした制作・販売スペースと交流スペースに活用しています。また、所有者や入居者の方々がご近所のカフェやクリエイターの皆さんとフォーカス島原というローカルプロジェクトを始められまして、糸ノアの存在が地域のブランディングに発展しています。なるほど。ここ SNS でも見ました。素敵な雰囲気ですよね。はい、そうですよね。あきこも大好きな場所です。では、続いて2つ目の事例です。こちらは、右京区の京北にある空き家を購入された方が改修をして移住されました。地域の方に向けてお魚の移動販売をしながらお住まいになっています。京北は移住者の方が増えているとよく聞きます。とても素敵な改修ですね。はい、そうですね。あきこも田舎暮らし憧れちゃいます。ではでは最後の事例です。こちらは右京区の西院にある空き家を借りた方が改修し活用されました事例です。小学生から大学生までの学びと交流の場所として活用されています。はい、これらの事例を見ますと、空き家を街づくりに生かすときは、周辺の地域にお住まいの方の理解を得て、信頼関係を築いていき、地域の一員になっていくことが街づくりにおいて大切だと思います。あきこさん、ありがとうございます。市の支援も受けながら、様々な活動や改修が行われているんですね。はい。岩本さん、空き家の改修などの融資については、どんな方法があるんでしょうか？はい。まず、京都市の助成金制度というものがございますから、まず、そういう公的なものを、ご利用されるというのが一番最初に検討されてはいいんじゃないかと思います。町屋なら町屋の改修制度。助成金もございます。
あとは銀行に関しましてはですね、回収費用に関しては住宅ローンというのは残念ながら使えませんので、いわゆる銀行のプロパーローン、まあ事業用の資金ということになりますので、まあそういったリフォームローンとか、まあ中には最近フリーローンという無担保で借りられるような融資制度もございますから、そういったものを活用されるというのがよろしいんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。そうしましたら、続いての質問に参りたいと思います。続いて、ペンネーム、ななこさんからのご質問です。将来相続する空き家について、五軒長屋のような空き家があり、うち一軒は入居されています。ここ何十年も募集しているわけでもなく、ただ古びていくばかりで、台風などの際心配です。再建築不可能な土地なので、手のつけようがなく困っています。今後活用できるのか、さら地にするのか、またその際は何か公の補助などが使えるのか、ご相談したいです、とのことです。矢田さんからは先ほど長屋の改修についてのお話をいただきましたが、まずどんなことから始めたらいいんでしょうか。そうですね。まずは専門家に見ていただくということが大切だと思います。その上でですね、先ほどお話しした、設備的なものを見る。そして、耐震性ですね。そういうものをきちっとチェックした上で計画を練ってほしいと思います。そして事業をそのまま、考えるときにですね、もし一括で、建物全体を改修することができればいいと思うんですけれども、不可能であるという場合ですね、やはり違った考え方をしたらいいと思います。まず、今住んでおられる方にはそのまま住んでいただく。そして5軒あるうちの一番空いている一軒を回収してしまいます。で、その回収したところに今住んでおられる方が入っていただく。そしてしばらくその事業を進めていって、また資金ができた時点で隣の古くなっている部分を回収していく。そういうことを順番にしていけば、おそらく長期的に負担なく回収していくことが可能だと思います。なるほど。順繰りに回収していくという方法もあるんですね。そうですね。ありがとうございます。その他に、あきこさんから何か町づくりに使える市の助成金などについてご紹介いただけるでしょうか。はい。市の助成金でしたら、先ほどご紹介しました空き家活用流通支援の補助金ですかね。それと、どう活用していこうかなっていうその根本的なご相談でしたら、専門家派遣制度をお勧めしています。ありがとうございます。いただいた質問は、以上になります。そうしましたら、最後に、終わりの前に、専門家のお二人からメッセージをいただきたいと思います。まず、岩本さんからメッセージをいただいてよろしいでしょうか。はい。空き家の活用はもとよりも、京都の財産である地域の文化やコミュニティ、そういったものも、残していきたいと思います。雨が降っていても家が傾いていても大丈夫です。専門家が対応いたします。まずは京都市の空き家相談、気軽に京都市まで、ご相談をください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。矢田さんからもメッセージいただいてよろしいでしょうか。はい。おそらく空き家を持っている皆さんは不安になっておられると思うんですね。それでもこちらにはプロがいっぱいいますので、いろんな考え方ができます。少ない資金で可能な限り回すという方法もありますし、どうやって事業を続けていけばいいか、長期的にはどのように回収すればいいかっていうことも、プロならではの見方できちっと提案できると思いますので、まずはいろんな周りのプロですね、行政であるとか私たちのような専門家に相談していただいて、その上で進めていただくっていうのがいいかなと思います。はい、ありがとうございました。あきこさん、岩本さん、矢田さん、ありがとうございました。そうしましたら、これにて解決京都の空き家不動産オンライン講座相談会を終わりたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。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 